ケーキはニッポ好きだな。ポポは大好きじゃん。お腹いっぱいニッポ食べてみたいな。俺偉くなってみんなにお腹いっぱいニッポ食わせてやるよ。本当？ずっとずっと上の上の雲の上まで行ってみんなを住まわせて俺王様になるんだ。すごい。王様って偉いの？ネイルは召使いだ。じゃあ私は？チェキはお姫様にしてやる。じゃあそうなるよ、私も手伝う。よし、手伝うやつは手を挙げろ。はーい。はい。記憶を読むつもりか。お疲れのご様子で心配です。お前の余計な気遣いで頭がおかしくなるんだ。俺のプライベートエリアに今後一切立ち入るな。クソ、俺だって生きているんだ。東204の記憶タンクが破壊されました。一層団の工作によると思われます。電解雲をスコンクへ注入し、アジドへ操作しろ。ガゲツのウジ虫だ。ファンにエネルギーを注入しておけ。すべてのファンだ。目にもの見せてやる。天に逆らえばどんなことになるか思い知るがいい。タンクを壊せ。生きている我々の存在を天に知らしめるのだ。チップや体の乗り換えを許すな。生きている人間をたったび過去の人間は滅び去れ。壊せ、知らせろ、戦え。壊せ、知らせろ、戦え。偉いぞ、ネイロ。輸送によって体を変え、連邦最大のタンクを壊したのだ。断機には反するので口外はできないが、お前は世界のために尽くした。やがて祝福が訪れるだろう。今日はこれで終わりではない。残念ながら今から裏切り者を処罰しなければならない。立て、竹彦。いや、心苦しいだろう、竹彦。いや、
妹は体を乗り換えなければ明日をも知れぬ命で決して誰に反省する私利私欲のための記憶チップ、ボディチェンジは我々の最も憎むもの。それを拒絶し手を貸さないのが我々の掟だ。やましくないならばなぜ隠していた。使った金は敵の軍資金になるのだ。話せばわかる。私はダンの目標成就を願っているし、それに向かって日々努力している。ダンの目的はみんなが幸せになることじゃないか。妹が生き残ることがいけないのか。関係ない。寿命は誰にでも訪れる。誰？粛清する。綺麗な気持ちになれ。待ってくれ。規律だ。厳しく束ねないとすぐバラバラになる。お前がダンを束ねるなら筋を通す。今俺の記憶が消えたら俺しか頼りのないノッコが。ダラ様。竹彦はまた新しく生まれ変わり我々と共に戦うだろう。チップをつけた者は我々と歩みを共にすることはできん。心を乱すな。我々は幸せを勝ち取る団体一層団だ。ダダ様の指示に間違いはない。ダダ様には全てが見えている。おめでとう。あれは連邦最大のタンクだった。君の人気はうなぎ登りだ。羨ましい。君こそ副指導者になるっていう噂だ。我々を新しい世界へ導くために。おめでとう。私のことは何でも分かるんだな。僕が分かるのは君のことだけだ。チップでもつけてるのか。誰だ。髪踏んでるぞ。悪い。ポポ来て。あなたのお母さんだと思うの。あなたが好きな日報よ。たくさん持ってるわ。こいつ入り口にこれを置いてました。写真を持っている。子供。どれ。これが小さい頃のポポだって。え？いいえ、この人全然知らない人なんで。なんだ、全然違うじゃないか。さて、何言ってんだ。びっくりしたぞ。ほら、何言ってるんだ。俺の母親はとうに死んでいる。こいつプラグがいかれてボケちゃってんですね。スクラップに出しちゃいましょうか。放っておけ。こんな薄汚いロボットのところへ俺など連れてこられても困る。ポポ臭くて絡まん。放り出せ。待って。さっきのふざけた冗談許さんぞ。すみません、つまらないことを。お前も部屋でおとなしくしてろ。こんなことで俺を呼びつけるな。お母さんですか。さっきはお騒がせでした。チェキさん、ちょっと様子が怪しいですね。ポポさんに切られて逆恨み。お前何を。ワープは相変わらず途切れることなく天に降臨しています。
あんたが宇宙へ放ったワープの体は若冲って男が手に入れたらしいですよ。ワープは一人じゃないようですね。お久しぶりですね。用件は何だ？あの後いかがで？あの時のお話が大変興味深くて、続きをお伺いしたくて。今日の話を聞こう。楽しみにしてたんですが。気が進まない。話してみろ。お忘れですか？記憶の王が。いや、珍しいこともあるもんだ。話す気がないなら帰れ。いや、すみません。とあるバーであなたそっくりの体を見かけたんですよ。いや、コピーとは気づきませんでした。一瞬ご本人かと思いましたよ。チップもつけていませんでしたな。さすが一般コピー技術とはわけが違う。その技術でいけば全く同じ人間を作ることなど造作もないようですね。そうそう、この間の話の続きですが、掘り出し物が見つかったんですよ。今まで随分偽物をつかまされましたが、今度のものは違うんです。正真正銘の名入り。工場の倉庫らしいんです。その体は見たいでしょ？ようこそ私のコレクションの部屋へ。そのうち博物館を作りたいんです。私は人間の大ファンでね。自慢のコレクションは次の部屋です。全てワープのコピーです。大量のコピー。私が捕まえただけでもこのくらいだ。一体宮殿はなんでこんなにたくさん跡継ぎを作るのか、長い間謎でした。でも分かりましたよ。こんなにたくさん作ってもたまにしかワープの能力を受け継ぐ者は生まれてこないんです。2000匹に1匹。ワープという巨大な力を受け継ぐ本物の後継ぎはね。そんなことが分かったのもこいつが手に入ったからです。胸に穴は開いているが、他とは全く違う不死身の体。何よりお腹にマークがついている。自分で書き込んだマークじゃない。正真正銘生まれつきのマークがね。おや、不死身体じゃないのかね。やっぱりね。セキュリティぐらいちゃんとやってるよ。俺はあんまり残虐なことは好きじゃない。血も見たくない。物事は清潔に運びたいんだ。この体が欲しくないか？力になりたいと思ってんだよ。この体に君の記憶を移してあげてもいいんだ。この体に乗り込めば正真正銘の王だ。くっ。
あいつがワープか。今君臨しているやつですよ。あそこだ。地の行くところなら分かります。偽物なんだ。今天にいるのは力のないワープ。基地が運び去った空っぽの体が本物のワープだ。ポポさん、ダダ様がお呼びでしたよ。分かった。待ってください。チャンス、チャンスなんですよ。ダダのところに行っちゃダメです。あいつは怪しい。すでにスクラップになった後でした。チップだけが。俺知ってるんですよ。あんたがネイロの記憶を改ざんしたこと。あんたが小さい頃体を入れ替えたこと。ん？ダダもすでに知っています。知っているはずです。俺は味方なんですよ。俺近いんです。ネイルやチェキも知ってる。体の弱いあんたのために体を売ってロボットになった母親をね。あんたの昇進はありません。逆に自分たちの立場を脅かすあんたの存在を消す格好のチャンスだ。編集された記憶はわかるんです。本人にはわからないが法令塔で見れば一目瞭然。継ぎはぎで荒らされてる。俺はあんたをここで失いたくないんですよ。ワープの話面白いでしょう。今天で全てを動かしているワープは偽物。大した力もないただの人間です。チャンスですよ。大チャンスだ。今ならダダの力を借りなくても、我々だけでワープを倒せば、倒せば上へ上がれるんですよ。あんたが上に登りたいなら何でも手伝います。俺も連れてってください。ついていきますよ。だからここは注意深くしのがなきゃいけないんです。わかるでしょう。出かけてきたんだね。何を知った？たくさんの話さなくともよい。目をつぶって気を楽にして。お前ら三人か。お前らも出来損ないのワープ。記憶を読んだり消したりする力も法令とか。インチキ、インチキか。
いや、超科学だ。2000年前の科学が失われたこの古い宮殿に残されていた。俺たちは金を集める働き手か。しかし夢ではないのか。今がチャンスと知っていたのか。これなら奴を殺せるかな。みんなコピーの記憶か。どんだけ脱走してここへ集まってきたんだ。いつの日か日の当たるところへ出るんだ。これは泥から生まれた植物が星を飲み込みながら大きく。これは全ての記憶を飲み込んでいく植物。海馬ではないか。伝説の植物海馬、ここへ近づいている。これは吉報か。これで彼氏の記憶と体両方揃ったぞ。お前もすぐ元の体に戻してやる。やワープを打て。